ハピカピ。どうも皆さんこんにちは。カピです。タクンです。はい。このポーズ見ての通りストレッチしてまーす。今回は僕の柔軟記録。そう。どれだけ足が広がるか。芸人みたいなのだから、ちゃんと喋ってもらって今回は定期的に僕が柔軟の記録をお届けするっていう動画です。でまずは前回の開脚と比較してみたいと思います。噛んだね。噛んでないよ。したいな。まず前回の開脚の様子はこちらです。ドン。前回の動画は5月に撮ったので3ヶ月ぐらい経ちました。どのぐらい開脚ができるようになってるか交互期待。交互期待。次回続くみたいな。あ、ちょっとやりたいと思います。いくよ。うん。ググ前回と変わってなくない？どう？変わってない。本当に開脚やってたのかなってレベルでやってた。全然全然。じゃあ次、開脚の他に前回3つ柔軟をやったので、それとも比較してみたいと思います。はい。じゃあ3ヶ月経ってどれだけ僕が柔らかくなったか。こう動きたい。もっと飛ばないよ俺。なんで？あれ？次はこちら。柔らかくなってるかな？うわ、すごくない？止まんないとわかんない。動くな、止まれ。前回と違って変わんねえな。前回と変わってねえ。次は3つ目の柔軟です。前回はこちら。3ヶ月経ってどのぐらい柔らかくなったか言ってせーの。お、すごくない？絶対柔らかくなった。プルプルしてるけど、プルプルしてるけど、筋切れそう。3ヶ月経ってこんなに柔らかくなりました。3ヶ月も経ってるのにこんだけしか柔らかくなってませんでした。ちょっとターくんやってみなよ。なんでよ。だからターくんね、すごい膝がすごい柔軟がすごいんだ。膝の柔軟がすごい。膝がもうすごい、もう358度くらい回る。一周じゃん。もうほぼ四捨五入したら一周じゃねえか。まずは開脚でしょ。はい。開脚やった。ターくん。はい。開脚。重いんじゃない？足かけるやつ得意だよね。お、すごい。すごい。モデルみたいな。え、すごい。ミッキーを悲鳴あげてる。大丈夫だよ。うるせえ。僕なら大丈夫だよ。うるせえ。意外と柔らかかったね。背中で合掌やって。背中で合掌。ほら、肩周りのストレッチとして必要だと思うんだ。こうやって、うん、両方届きますかって。うん。やってみて。ちょっと。こうでしょ？うん。うん。ちょっとこうじゃん。すごーい。無駄に肩周りだけいいね。あ、そっちは届くよね。ギリ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 でいつも生きていたいから。あ、うん、何ここって。はい、ということで、はい、3ヶ月経った結果を報告しました。ちょっと柔らかくなったと思
ないな。ガツポン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 って6つ並べたら本当ビビタの差しかついてない。わかんないけど、ちょっと何言ってるかよくわかんないんだけど、また3ヶ月後ぐらいに、はい、今度はもう多分ね、べっとりしてる。べっとりしてる。やだわ。ピタッとなってるの。高校擬態してくださいね。それではまた皆さん、次の機会に。はい、せーの。バイバイ。バイバイ。でれってれってれってれ。